すごい多いけど、うん、もうあのまあ妙案のおかげっていうのもすごいあるわやけど、休みが取れるっていうのは一番今の若い子がやるのにはいい条件なのかなと思います。結婚するタイミングで千里さんのお父さんから農家をやってみんかっていう声をかけていただいたんで、その時にちょうど介護も退職してたんで、タイミング的にやってみようかなっていうふうになったんで、そこで農家を始めましたね。自分が一生懸命育てた作物を収穫して、で選別してきれいにパック詰めして、その出荷するっていう、その一連の流れが楽しいですね。ずっとお二人で一緒におる時間があるので、すごい幸せです。